太陽,太陽フレア、太陽フレア、太陽フレア、ソーラーフレアとは太陽における爆発現象。別名、太陽面爆発。太陽系で最大の爆発現象で、小規模なものは1日3回ほど起きている。多数の波長域の電磁波の増加によって観測される。特に大きな太陽フレアは白色光でも観測されることがあり、白色光フレアと呼ぶ。 太陽の活動が活発な時に太陽黒点の付近で発生することが多く、こうした領域を太陽活動領域と呼ぶ。太陽フレアの初めての観測は1859年にイギリスの天文学者リチャード・キャリントンによって行われた1859年の太陽嵐。フレアとは火炎、燃え上がりのことであるが天文学領域では恒星に発生する巨大な 爆発現象を指している。現在では太陽以外の様々な天体でも観測されている。アメリカ航空宇宙局によると2012年7月には巨大な太陽フレアが地球をかすめた。次の10年間に同程度のフレアが実際に地球を襲う確率は12%であると推定される。フレアの大きさは通常1から10万トル程度であり、 威力は、水素爆弾10万から1億個と同等である。100万度のコロナプラズマは、数千万度にまで加熱され、多量の非熱的粒子、10K 部マイナス1メブの電子や 10E 部マイナス1ジェブの陽光が加速される。同時に、衝撃波やプラズマ噴出が発生し、時折、それらは地球に接近して、突然の磁気嵐を起こす。フレアの発生機構については、 太陽活動領域中に蓄えられた磁気エネルギーが磁気再結合によって熱エネルギーや運動エネルギーに変換されるという説が有力である。このフレア発生の際には太陽表面に2種類の特殊な磁場構造が生じていることが地球シミュレータによる詳細な計算シミュレーションと太陽観測衛星日の出による観測データの精密解析明らかとなった。また、 すべてのフレアを説明するモデルとして、柴田一世のフレアの統一モデルがある。フレアが発生すると、多くの X 線、ガンマ線、高エネルギー過電粒子が発生し、太陽表面では、速度秒速 1000km 程度で、電波距離50万 km にも及ぶ、衝撃波が生じることもある。またフレアに伴い、太陽コロナ中の物質が、惑星間空間に放出される。 コロナルマスエジェクションことが多い。高エネルギー下電粒子が地球に到達すると、デリンジャー現象、磁気嵐、オーロラ発生の要因となる。2003年は大規模なフレアが頻発し、デリンジャー現象により、地球上の衛星、無線通信に多くの悪影響を与えた。また、地球磁気圏外では、フレア時の X 線、ガンマ線による被爆により、 人の知資量を超えることもある。フレアの活動は、太陽活動周期や、黒点の調景図、コロナの調景図によって、関係づけを説明されることもしばしばある。フレア時の高エネルギー過電粒子の地球への到達、あるいは、フレアの発生そのものを観測、予報することは、宇宙天気予報と呼ばれ、太陽研究者にとって、重要課題となっている。 X 線強度による等級は現在最も後半に普及している太陽フレアの規模の指標である。太陽全面から放射される X 線強度の最大値によって低い方から A、B、C、M、X の5つの等級に分類されており、X が一番強い。10倍ごと1桁上がるごとに一つ上の等級となる。各等級はさらに1から10未満の数字で区分され、 これらを組み合わせて C3.2 というように表される。例えば、X2 フレアは、X1 フレアの2倍の強度、M5 フレアの4倍の強度であることを示す。X クラスの上はないため、X クラスの数字は10を超えることがある。この値は、アメリカのゴー図衛星が常時観測している、大気圏外の波長100から800ピコメートルの X 線の流束単位、 ワットマイ平方メートルイコール W マイメートルに基づく。Hα 等級は、ゴーズ衛星の打ち上げ以前、太陽フレアの観測初期から用いられている太陽フレアの等級である。h α 1 0 0 h α 1 0 0バルマー系列のうち656ナノメートルの電磁波の観測画像から得られる。h α 1 0 0の強度と放射面の広さの2要素からなる。 強度はエイント、アワイ、オームル、ナミ、リリアント、鮮やかの3つの等級で表され、放射面の広さは観測できる半球の、太陽表面積 6.2x10km に、占める100万分率により、S、1、2、3、4の5つの等級で表される。例えば波の強度、広さ S クラスであれば、SN、ノーマルサブフレア、波のサブフレアと表される。 アメリカ海洋大気庁のが行っている宇宙天気予報の中には3種のノア宇宙天気スケールがあり、太陽フレア X 線の強度を表すのは R スケールで主に無線通信障害、ラジオブラックウッズへの影響イコールデリンジャー現象等の予測を目的とする。日本の情報通信研究機構の宇宙天気情報センターが行っている宇宙天気予報の中には、 フレア予報、地磁気予報、高エネルギー粒子、プロトン現象の予報の3種があり、それぞれ15時から24時間後までの予報を行っている。フレア予報の解説は以下の通り、太陽嵐が起こると8分程度で電磁波が到達して電波障害が生じ、数時間で放射線が到達。数日後にはコロナからの質量放出が地球に届き、 誘導電流が送電線に混入し、電力系統がおかしくなる。ただ単に停電するのではなく、電気、電子系統に、瞬断や鉛符、電磁パルス被害が出る。特に宇宙空間にある衛星、通信衛星、GPS 衛星、気象衛星、偵察衛星など、や、巨大なアンテナとして働く、送電線の被害が起こる。被害の実例としては、 カナダのケベック州で大停電を引き起こした1989年3月の磁気嵐や人工衛星、アスカの機能停止2000年などがある。衛星観測が始まって以来のフレア等級で過去最大だったのは2003年11月4日のフレアである。この時は構図衛星で X28 を記録したことが報じられたが、 あとに電離層への影響からさらに大きい X45 相当であったとする研究も報告されている。太陽以外の構成で、たびたび観測される超巨大なフレアを、スーパーフレアと呼び、太陽でも過去に起き、今後も発生する可能性があると警告する研究者もいる。薬ッの年輪などに痕跡が残る、775年の宇宙船飛来発生源についての仮説の一つでもある。 2008年に全米科学アカデミーによる激しい宇宙気象、その社会的、経済的影響の把握報告書が出されている。それによると、強力な太陽フレアが地球の磁場を混乱させ、強力な電流によって高圧変圧器が故障、規模によっては溶融し、電力網が停止する可能性について検討されている。通信ケーブル、放送、携帯電話は脆弱である。 もしそうなれば、米国だけで最初の1年間で1兆から2兆ドルの被害が出て完全復旧には4年から10年かかる。もし1859年規模のフレアが起これば、社会に大混乱が生じ文明は19世紀初頭に戻ると要された。大型の変圧器は調達に年単位の時間がかかり、電力網が世界規模で破壊された場合に生産はほとんどできないとされる。 また、超高圧送電線の付設にも時間がかかる。蒸気の水位グラフ、太陽活動周期ごと、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。